シャモニーにあるオラス・ド・ソシュールとジャック・バルマの像、オラス・ベネディクト・ド・ソシュールは、スイスの貴族で、アルプス山脈の山々を投破するとともに、そこで、地質学、気象学、科学などに関わる、様々な学術的観測を行った、自然科学者である。1762年、22歳で、ジュネーブ大学の哲学の教授に就任した。 またしばしば近代登山の創始者ともみなされている。オラス・ド・ソシュールは、ジュネーブに近いシェヌ・ブジュリーの今週に生まれた。父・ニコラ・ド・ソシュールは、農学者であり、オラスも植物学に興味を持っていたため、大学卒業後には、アルプスの山々への調査旅行を企てることとなった。しかし、18世紀の多岐の知識にわたる教育を受けた、彼は、 1773年以降、植物学にとどまらず、アルプスにおける地質学や気象学、物理現象へも興味を向けるようになった。これは特に、アルプスの降雪地域での地形学として結実し、山麓のシャモニーやセルマットのような場所へ、後の旅行者の興味を呼び寄せることとなった。一般には登山という概念さえ希薄であった当時、 1760年のシャモニーへの最初の滞在で未投票であったモンブランの初登庁に対して検証をつけた。1785年に別れ自身がエギー・ユ・デュグーテをヘルルートから登庁を試みたものの果たせずに終わっている。初登庁を行い20ターラーの懸賞金を得たのはシャモニーの医師、ミシェル・パカールとそのポーターのジャック・バルマであり、 グラン・ミュレを経たルートによって1786年に達成された。翌1787年には、ソシュール自身も多数の観測機器を持って登頂を果たし、山頂で、沸天や雪の温度、脈拍などを測定した。その他にもソシュールは、アルプスの数多くの山を、東波し、また峠など高地に滞在して、学術的な観測を行った。 モンブラン登頂以前の1774年には、レマンコに近いシャブレ3階のグラモンに登り、1776年には、モンブラン北方の門、ビューエに登頂した。1778年にはグラモンに再登頂すると、共に、グランサンベルナール峠に近いバルソレ氷河を調査した。また、モンスニ峠東のロシュミシェルに1780年に登頂した。 モンブラン登頂の翌年1788年には、モンブラン山海のコルデュジェアン峠において17日をかけた調査を行っている。1789年には、モンテローザの東壁を観察するため、マクニャーガに近いピッツォビアンコに登頂した。またモンテローザ西のテオデル峠をゼルマットへと初めて越えた。1792年に、 クラインマッターホルーンへと登った際にも、この峠で3日をかけて、観測を行った後、テオドゥルホルーンにも滞在している。これら、ソシュールのアルプスへの7回の旅と、その際の科学的観測は、ソシュール自身によって、アルプス旅行記のタイトルで4折半4巻からなる、記録として1779年から1796年に、かけて出版された。 1784年、スウェーデン王立科学アカデミーの外国人会員に、1788年には、ロンドンの王立協会フェローに、1791年に、パリの科学アカデミーの準外国人会員に、選出された。1799年に、ジュネーブで死去した。オラス以降も、ソシュール家は、数多くの学者を輩出しており、娘アルベルティーヌネッケルド・ソシュールは、 女子教育のパイオニアであり、また息子ニコラテオドールド・ソシュールは、有機化学の卓越した研究者であった。孫アンリド・ソシュールも、また昆虫学者として、名声を得た。著名な言語学者のフェルディナンド・ソシュールは、オラスの彦にあたる。19世紀の探検家チャールズ・シートロー・ブリッジが、検証した、ソシュールの原理に基づく、毛髪湿度計。 ソシュールの研究の中心を成していたのはアルプス山脈であった。アルプスはソシュールが地球についての正しい理論を得るために重要な鍵となるものだとみなしたところであり、またこれまで誰も試みたもののいない方法で地質学を研究する機会を与えてくれているところでもあった。特にそこでの地層の傾斜、岩石の性質、化石、鉱物に注意が払われた。 ソシュールは、地質学という用語を初めて用いた人物と言われており、ほとんどの場合おそらくは、地質学者と呼ぶべき人であった。理論的側面において、ソシュールの考え方は、現在の視点では多くの場合間違っていたが、これらの科学を大いに発展させるのに役立った。ソシュールは、当時の科学の知識を徹底して学び、鉱物、水、 大気の研究に適用した。地質学的な観察からソシュールは、水性論を強く信じるようになった。すなわち、岩石や鉱物は全て水溶液もしくは、剣濁液から沈殿したものであるとみなした。また、気象条件の研究を特に重視した。ソシュールは、気圧計や沸点温度計を最も高い山の、頂へと運び、 高度の違いによる気圧と温度を測定し、また、大気の相対湿度、太陽放射の強さ、大気の成分と透明度を見積もった。その後、凝結した水蒸気の研究に次いで温度計を持ち込める、あらゆる深さの地中の温度、さらに川や氷河、湖、海の温度について研究した。またソシュールは、標高の高い観測地点で測定される。 気象現象の大きな利点を認識し、可能な時には常にできるだけ長期間、異なる高度で、同時に観測を行った。鉱山や地中、水中などにおける測定に用いるためにソシュールは、多くの測定機器を改良、考案している。1783年に出版された、湿度測定法に関する指論では、あらゆる気候と温度においていろいろな形式の、 湿度計で行われた実験が記録されており、他の湿度計に対する彼の毛髪湿度計の優位を立証している。シアン系は、高度によって、また時間や気候によって、微妙に変化する空の青さを測定するためのチャートであり、ディアファノメトルは、黒い円形が識別できる距離を測ることで大気の透明度を測定した。他にも、磁力計風力計 高山で用いるユージオメーターなどを改良している。また、1767年には西洋で最初の太陽熱による温熱器を作成した。ソシュールは多様な目的に適応させるため温度計の改良もいった。大気の温度を調べるために日よけの中に吊るされた、あるいは糸で回転させた液だめを持つものを用いた。校舎は、 液だめに濡れたスポンジを入れ一定の半径と回転速度で回転させることで蒸発系へと改良された。地中や水中の温度を測定する実験のためには一度測定した温度を長く保持するために大きな温度計を非伝導性のおいでくるんだものを用いて非常にゆっくりと温度が変化するようにした。これらの測定機器によってソシュールは 深い湖の底の水が、季節によらずに一様に冷たい温度を持つことを突き止め、また、地中9メートルの深さに季節による熱が伝わるのに、6ヶ月を要することを示した。ソシュールの名にちなむ俗名を持つ高山植物、サンスレアピッグミア、アルプスなどに見られる、キク科の鉱山植物の俗に与えられた俗名、サウス,スレアは、オラスドソシュールの名にちなんだものである。 また、社長席が熱水変質作用を受けてできる緑色の鉱物の凝集体ソーシュライトにも彼の名が受け継がれている。月面の地球側南半球にはオロンティウスクレーターに隣接して直径5 0トル余りのソシュールクレーターがある。1979年から1995年まで発行された20スイスフランのスイス国立銀行券には オラスドソシュールと山脈や登山者の図柄が用いられていた。ソースは植物の学名で命名者を示す場合にオラスベネディクトドソシュールを示すのに使われる。ありがとうございます。